현재 스타벅스에 도착했습니다. 자리가 있으려나? 오늘 평일 11시 40분인데 뭐 자리가 있겠지? 설마 만석은 아니겠지? 지금 스타벅스에서 기다리고 있는데요. 저기 지금 아카네씨가 온 것 같아요. 오늘 만나는 사람은 아카네라는 젊은 대학생이에요. 그래서 저기 지금 온 것 같은데 긴장이 되네. よろしくお願いします。いや、今日本当にありがとうございます。今日こちらこそありがとうございます。嬉しいです。絶対普段着ではないですよ。あ、まあでも出かける時、友達と遊ぶ時とかこういう感じ。マジですか？相当おしゃれですね。ありがとうございます。いや、言われますよ。あ、でも今日はまあおしゃれしてきた方ですね。あの、あとまつげすごい綺麗ですね。 まつげは結構自分でも意識してて、根元から上げてもらってますね。あ、です。はい。最近の大学生は、はい、こんなスタイルですか？あ、でもそうですね、結構ピンクの服装とか。そういえば今更ですけど、あかねさんの自己紹介、簡単に韓国の視聴者に。はい、日本に住んでる神楽坂あかねと申します。 いろいろ表現する仕事をたくさんしたいなと思って、今は主に撮影会モデルをしています。神楽坂あかねさん。はい、神楽坂という地域ありますよ。そうですね、新宿の。すいません、雑談でした。表現する仕事を、はい、お仕事ということで。そうですね。いつ頃からされたんですか、表現する仕事。まあちょうど 1年前ぐらいに普通にバイトをしてる毎日で、ちょっとなんかもうちょっとなんかいろいろやってみたいなと思って考えた時に、最初は役者をやりたいなと思ってたんですけど、まあそのパッてすぐに事務所に入ってもすぐにそういうまあ慣れるわけではないので、自分ができるお仕事から だんだんいろいろあって、撮影会モデルも始めて、なんか表現することって楽しいなって。すごいですね、表現。私のおじさんみたいな発言かもしれないんですけど、インスタグラムであかねさんを発見した時にすごいお肌が白くて、びっくりしましたね。ありがとうございます。でも実際にやってもやっぱり白いです。まあ日焼けは絶対しないようにはしてます。自分自身も白い肌の 美白の女の子がすごい憧れなんで。すごい白いです。365日日焼け止めを塗ってますね。なるほどですね。でもなんかモテそうですね。おしゃれですね、このカバン。あ、でもそうですね、今日はおしゃれはしてきました。頑張って。ありがとうございます。私も持ってくださるので。いい、私もじゃあちゃんと通らないと。韓国人友達はいますか？ いやー、友達はいないですね。学校通ってる時に韓国の方とかいたんですけど、友達まではいかなくて。モテそうですね、韓国に。なんか結構見ますね、韓国の女の子、アイドルが好きで。目指してるのはそういう韓国系の女の子ですね。メイクとか結構真似しますね、韓国の女の子。 いい感じじゃないですか。<笑>憧れではあります、韓国。でもこの映像であかねさんのインスタグラムを下にはっとくんですけど、多分韓国人が今日DMすると思うんですけどね。<笑>無視してください。<笑>この皆さんにアピールするために、あかねさんのインスタグラムを1枚だけ見せていただけますか？あ、はい。1番、自己満の。自己満の。結構衣装がそういう系が多いかもしれない。楽しいですか、それ。そうですね、結構自分がそういう衣装が好きなので。すごい、すごいですね。これが、わあ、すごいですね。お尻が丸いのが結構チャームポイントで、これが結構丸く、髪型とかも結構巻いて。おしゃれですね。おしゃれしたので。 筋トレしてますか？筋トレしてますね。やっぱりすごいな。お腹をやっぱりキュッてさせたくて、お腹くびれを作ると、なるほど、なんかお尻も大きく綺麗に見えるかなと思って。なるほどですね。筋トレは一応毎日やるようにしてますね。すごい大人になりそうですね。<笑>
なりたいですね。あのまあこれはあの皆さんに聞くんですけど、はい、人の前で肌を見せるじゃないですか。どうですか、あの最初大変じゃなかったですか。最初は撮影会モデルの方も私服で出てたんですよ。あ、最初は、はい、水着レベル1。そうです、そっからやっぱ慣れてって、もういいかなみたいな、なんかもうちょっと、そうですね、なんか飽きちゃって私服だけっていうのが飽きる。まあそうですね、水着になってから結構いろんな方からが見てもらえる機会は増えたのかなって思います。じゃああれですか、あのもしかしたらモデルになる前から結構自分の、はい、のボディを自撮りで撮ったりとかしたんですか。自撮り、まあ、でも鏡の前とかで見たりしてて、なんか自分でこうやって、そうですね、もう見てんじゃないみたいな、自分の体とかはちゃんと見てるようにはしてました。すごいですね。いろんなタイプの、はい、いろんな形の水着があるから、はい、やっぱり最初は面積多めのやつ着てたり、今は面積少なめですか。そうですね、なんか少なめの方が綺麗にお尻を見せれるかなとか。あ、お尻に相当フォーカスしてますね、お尻。そうですね、なんか自分の武器どこだろうって思った時に、ね、なんか丸いところが今はチャームポイントだなと思って。すごいですね、今デビューされて1年ほどですよね。そうですね、結構伸びいい感じじゃないですか。まあそうですね、水着になって半年なんですけど。あ、はい、あ、そうなんですか。やっぱり半年しか経てない。私服の時だけやってた時より、その撮影会来てくださる方もだいぶ増えた方だと思います。撮影会は 何人同時で行われるんですか。それ人数制限がない、もう何人でも集まれる撮影会と、あと1対1で撮影する個人撮影会っていうのは、まあ予約が必要で。宣伝しましょう。韓国人行けます。韓国人の方でもぜひ。あ、ですか、日本語ができれば。あ、ですか。ツイッター、インスタグラムの方から撮影会に飛べるような URL 貼ったりしてるんで、よかったら SNS チェックしてくださると嬉しいです。じゃあこれあるだ、あかねさんのレア。え、そうです、そうです、ね、動画すごい楽しみにしてますか。頑張ります。ありがとうございます。あと、まあ、これはプライベートの質問なんですけど、はい、スタバよく来ます。めちゃめちゃ行きますね。はい、スタバでナンパされたことありますか。ないですね。あのスタバナンパで検索すると出てくるんですよ。並んでる席あるじゃないですか。気になる女性が隣にいます。荷物を見てもらえますか。ポンポンポンしてで行ってきて、 ありがとうございますって、じゃあちょっともう一杯おごりますよみたいな、そういう方法をブログで見たことがあって。なるほど、一回もないですね。本当ですか。普段はどこで遊んでますか。普段はでも気になるカフェ行ったりして。あ、カフェですね。ずっと話して長居することが多いかもしれない。まあ、大学生ですからね。これは多分聞いちゃいけないと思うんですけど、何カップですか。今 D です。 B? D? ABCD。 でもなんか下着によって、あ、はいはい、なんか C だったり B だったり。あ、ごめんなさい、それ以上聞いたら怒られそう。今日はあれですか、普通のお休みですか。今日お休みです。韓国料理は何食べるの好きですか。韓国料理は普通にキムチがもともと好きで、キムチとか、あとビビンバって韓国料理。あ、まあ一応そうですね。あのビビンバもすごい好きだし。今時間がランチなので、まあ、サクッと食べて、はい、撮影しますかね。あ、ぜひ。대학생이랑밥을먹는다니너무